神のに黄金の星の術無物無物の手の術と申す幸運の乙女の夏暮れの頃に名をクシロの姫と申す泣く夢は我先に夜たりの乙女を持ちたまえば年ごとに山さがおろしがために呼ばれき今はまた残りの乙女を飲まれなんとする飲まれるに流れるによしよしこれゆえ痛み申す No!
自主公演という形で、させていただきましたから1ヶ月ぶりぐらいですかね。1ヶ月ぶりぐらい。ちなみにその8月の公演っていうのは何ヶ月ぶりぐらいの？それは半年ぶりぐらいですね。やっぱりこう新型コロナの影響も大きかったり、なるほど。本田神楽さんなんですけど、学院も募集されているということで。そうですね、まあ高校生ぐらいからですね、はい、まあ、25歳ぐらいまで、まあ、なるべく健康で元気な方を見て分かると思うんですけども、あんな体力とか体力勝負ですので若いうちに入っていただけると助かります。なるほど、まあ、はい、ちょっと手が空いてませんので、はい、ぜひ若い力をということで、はい、ぜひね、結構ね若い方も今日見えてますから、ぜひ興味を持った方は。よろしくお願いします。見学にも行けるんですか？見学でも。毎週水曜日に夜6、あ、7時半から練習を、京香町のノーバー公園というところでしてますので。またそこでね、はい、ゆっくりこうお話なんかも聞けたりすると思いますので、ぜひ見学にも行っていただきたいと思います。10月25日に第33回の御嶽流神楽大会をノーバー公園の方で開催することに決まりましたので、大会の方は朝8時半からやっておりますのでよろしくお願いします。その1週間後にですね、10月31日の土曜日にまた神楽大会は昼間にあるんですけど、10月31日に御嶽流夜神楽ということで夕方4時からあります。また趣向を変えて、やりますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。